しいな。
してくれよ。よいしょよいしょよいしょ、おりゃおりゃ。せめてあの石をどけといていただけるとあの助かるんですけど、ここが駐車場なんだよね。さすがに車ないね。シフトレバーがリバースに入りました。リアシートを止めとかんとえらいことなんだこれ。さあ来ました、不動滝ですね。なんか別の名前があったような気がしますけど、駐車場も一応あるんで行ってみましょう。ちょっと写真のセットは後でまた撮りに行こうよ。まあ、民家も近いんで、熊も大丈夫だと思うんだけどね。少し歩くようです。深いやであれだな。下の神社でちょっとお参りして帰ろうか。さて行ってみよう。あ、ここにも止めれるのかな。あ、でも手前の駐車場の方がいいよね。止めれなくはないか。あ、止めれなくはないね。じゃあの車椅子の方専用みたいな駐車場だね。で、そっちか。うわ、降りそうやな、クマ。2階に看板があります。鳥の声もしてんな。え、なんかお釈場？南無妙不動明王と唱えて三度お振りになると皆様方がこれから住まい全都の厄除けを。お、南不動明王ね。南不動明王。南不動明王。いいのかな？もう一回やってもいいのか。よいしょ。よいしょ。はい。厄除け釈上。まあ、熊除けにもなんかなるので音出しときゃ。滝見なわり不動尊霊水。邪魔します。堂々お堂ね。で、東屋があり、滝へ。あー、結構近くまで行けるな。その前ちょっと何か虫、変な虫いっぱいんだこれ。よいしょ、見えてよろしいかな。で、滝ですよ。
寝たきよ。これはでもあれだな、写真撮るスポットとしてはなかなか撮り応えがあるというか、いろいろとなんか撮れそうな感じだな。めっちゃ近くまで行けんじゃん。おお。うわ、すごいな。ここまで行けんのか。滑りそう。うわ、めっちゃ近い。うわ、めっちゃ近くまで来れんじゃん。真下まで来れんのか。うわ、これすげえな。これはすごいな。ここまで来れんのか。こういう眺めもいいんだよね。しかしこれすごいな。ここまで来れるか。これが、なんとか画角に入ってるな。これは写真撮り応えあるね。